い、どうも皆さん、こんにちは。ミツヤンゲームスでした。しゃ。というわけで、本日は何ヶ月かぶりの猛攻に届け配やっていきたいと思います。今までね、猛攻に届け配、デルデル言いながらね、寝坊したりだとか忘れてたりとかでね、全然出てなかったんですよね、マジで。この大会あるの知ってから3ヶ月くらい経つんですよ。まだ3回目くらいかな。もうね、もう少し。ちゃんとね、出ていきたいなと思っておりますが、1レース目は、割り押さえ GM の 150cc というところで、ちょっとひどいな。下りようがひどいな。で、今回は、ベビーピーチを使ってるわけなんです。けれどもダブル、おえ、ダブルコケみたい。しかも溶け。弱。まあ、グイーンですけど、マジで。まあ、なんでベビーピーチかっていうのはですね、今日ね、合わせて出してるショート動画がございましてね、その時に、見ていただけるとわかるんですけれども、その動画でね、ベビーピーチは悪い字より強いということが判明しておりますので、でね、この大会、もうマップ見てもらえるとわかると思いますけど、悪い字なので、もうベビーピーチで言ったら無双できんじゃねえかというところでね、やっていきたいと思います。このキラーはどこまで持っていこうかなぁ。これでいいや。でも下りそうだったらいいっすか。下ったら使う、これですよ。ってなわけで、どこまで伸びるか。微妙な伸び方してる。ちょっとダート感じやったので、無駄なスターの使い方してもんかなぁ。じゃあ、というわけで。またキラー引いた。こういう時は、多分この辺がいいと思うんだ。知らんけど。さあ、裏スターとか引いてくれたらありがたいかなぁ。オッケー、どつき回してるし、スター引いてるし、素晴らしいわよ。いいぞ。やばい。いやー、やべ、今の。キャラコン頑張ったなぁ。頼むよ。まだいける。オッケー。スターの延長料金払って。フレ。9位。きつい。おーい、というわけで、2レース目は、ココナッツモールの 150cc というところでやっていきますが、ついにね、木工に届け配にも、新コースがやってきたと。再生が悪い。やべ、訪れが。いやー、ココナッツモールのチーンって音がめっちゃ好きなので、あれに合わせてね、言いたいんだけど、ちょっと訪れしてしまいました。すみませんでした。てなわけで、そういえば、さっきのレース中に言うの忘れてましたけど、今日27じゃないですか。で、私、誕生日が28、つまり明日なんですよ。つまり日付が変わるとね、私、誕生日を迎えるということで、今日ね、誕生日配信、やろうかなと思ってますので、ぜひ皆様ね、お祝いコメントをしていただけると嬉しいです。もうリアクモでね、祝ってくれる子なんて一人もいないし、お祝いしてくれる彼女なんかもいないのでね、当然のように。ぜひ皆様ね、お祝いしていただけたら嬉しいかなと思っております。特にね、誕生日だからといって何か、こちらからプレゼントがあるわけじゃないんですけど、もうえぐいです。で、ね、ここのコースね、俺キャラコン苦手なんだよ。えぐいね。とりあえずお金取って、パッとお金取ってきて。うわー、あのジュゲムコンピューターだよな、おい。怖い、おい。嘘やん、コンピューターにも引かれるって、俺。ひだわすぎない？えぐいんですけど。ちょ、押すな。逆転ツーランホームランやめろ。てなわけで、この辺。さあ、もう詰めて、もう俺、ロンキレンチとか分かってないからさ。オッケー。アイテム前で下ろせ。誰もや。さあ、キノさんか。キノさんじゃない、コイン3枚。キノさんだ。キノさんかコイン3でしょ。さあ、ダブル交換して、ジャンプアクション入ってないけど、オッケー、スター引いた。多分道は譲ってくれると思うので、オッケー、前がしばかれてる。オッケー、いいんじゃないの、5位かな。危な。ナイスではないな、5位は。まあ、オッケー。
はい、というわけで第3レースはキノピオサーキットの 150cc と、なんで俺1位スタートな、あ、そうか、めちゃくちゃさっき抜けたもんな。というわけで上、俺の前4人が全員部屋替えか。というわけで1位スタート。おお、いいね。店あるあるとして1位スタートの時 100% スタートミスるっていうのがあるんですけど、うわー、今回は、スタートはいけたけど結局その後がダメでしたと。まあ、ここはね、さっそく打開できると思ってるので、ちょっと打開したいんだけど金が取れないの。僕お金欲しいの。とりあえずここはまた無交換するでしょ。でお金取るでしょ。オッケー、壁ゴンしてますけども、オッケー、見なかったことにして、あ、ちょ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 、もうちょっとお金取らせてほしいのね。まあ、ここら辺はショートカットしてもいいんだけど、ここダート判定きついな。まあ、コイン9枚なので、まだちょっとこういいんじゃないかなと思ってて、やばいやばい、今日僕たちを見立てる。オッケーオッケー、さあ前詰めよう。9位まで戻ってきた。危ない危ない、今のね。ここはアイテム交換した方が良かったね、バカタレ。いやー、わー、どんだけ来る。なんでさっきまでコイン10枚あったのもう1枚になってんねん。もう本当におかしくないですかこれ。何やこのゲーム、終わってんだけど。マジで、あー、アイテム取れてない。おっと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 、やばい、これマジでやばい、マジでやばい。これちょっと上ルート行ってマジでお金取ろう。お金を集めます。 OK、 ダブル取って、 OK OK、 もうキラ引っちゃった。もうガンガン詰めちゃう。いっちゃいっちゃい、やっちゃいやっちゃい、抜け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 、ゴー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 、キュイはい、というわけで第4レースは DT ジャングルおよび JK のジャングルというところでやっていきましょう。あのね、このコース私結構ね、得意っちゃ得意なんだけど、走り自体は得意なんだけどね、被弾が多すぎてね、全然順位を取った記憶がないと言ったコースになっております。というわけで、まあ前は、まずは引き切りを決めていきたい。で、押されすぎ、押されすぎ。ここ足使えないんで、わー今ちょっと、アクセル踏まないようにしてさ、頑張ってさ、外行かないようにしてじゃん。さあ、ここでキノコを引いていく。ショットガンが下手くそ。ちょっとショットガン行く判断が遅かったかな。というわけで、まあでも確かにこのコースね、あんまりショットガンがないんで、まああそこで下ると終わりなんですよね。てなわけで、あーおー、アイテム交換ができてません。非常に厳しい状況。そんなバナさんの中型エッジだね。いやー、ちょっとやめて、やめて、やめて。さあ、あなので、前出る、どうでしょうか。まず一旦アイテム交換して、ちょ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 、お前さぁ !OK。で、決まってナッツイング。イカちゃんが邪魔なので使っておきます、早めに。これダブルこれ ?OK、取れるよね。取れるけど、あんま意味なかったかなぁ。ちょっとミスったけど、4位ですわ、これ悪くなくて。あとはサンダーを一ケアするか問題だな。多分ここでね、ダブル交換するのは違うと思ってて、今結構スター使ってる人多いでしょ。だから多分まだ振らないと思うんだ。まだ振らないと思ってて、今誰も使ってない。もうそろそろ来るけど、7Dをね、スター状況でやるのはさすがにきついと思ったけど、赤投げられちゃしょうがねえぜ。オッケー、回避かましていく。ありがとう、赤投げてくれて。この赤コーラは私を救いました。この赤コーラは私を救った。危ない危ない危ない、焦げ当たんな方が早いけど、ちょっと待って、グダった。ショットカットが下手すぎる。さあ、ラスト、キノさんでどこまでやれるかゲーミングだけど、あれ、1回避はしてないが、バカ、おバカ、おバカ。オッケー、その赤ナイス、その赤ナイス、その赤ナイスだけど、お前、バカ、バカ、やばい、やばい、やばい、それマジやばい、それマジやばい、それマジやばい、ちょっと前詰める、ケツつける、マジで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 、何個飛んでくんねー。あの状況で9位になる人いますか。おーい、というわけで、5レース目はエキサイトバイク 450cc というところでやっていきますか。ね、5レース目ということでね、部屋も変わりまして、もう悪い字ばっかり、一人だけルイージがいる。もう普段ね、私ルイージ結構使うのでね、親近感湧きますね。というわけでエキサイトバイクは打開派なので打開したいんだけど、早くアイテム決まるよ。しかも昨日3回、俺昨日1ぐらいの前提でさ、めちゃくちゃで、おお昨日6点、
誰かこれ部屋回線重いやつがいいのかな。とりあえずはどうしようか、どうしようか、まあ、まずお金をまず集めたいので、はい、お金集めます。駅場ね、なんとか処理っていうのはできないので、僕にできる処理といったら豚毛処理ぐらいなんで、まあとりあえずここは打開をしようというところでございますが、多分どうせこれ木野さんでしょ。やばいやばい、木野さんしか出ない、やばい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 。あ、スタートだ、スタートだ、ナイスよ、ナイスよ。ってことはね、あの1位の人たちもキノコしか出てないはずなので、これ結構ね、荒れないんですよ、多分前が結構きついが、多分そこでスターが出たということはいいんだけど、その裏がキノイチっていうのは結構きついかな。で、前がブメっていうのも結構だるいかな。ここで使う、なんとなくなんとなくここで使うのが吉、鈴木吉。オッケー、さあ5位まで戻ってきた。そんな赤食らわないけど、俺じゃなかった。うわーおーわーおー、しまじろうのわーおー。さあ前戻ってきた。トゲのトゲですよー。今トゲが下がり引っかかってたぞ。さあダブル取る。さあキラーに引かれないように端を避けていきます。とりあえず FB で後ろをやからっておく。ちょっと邪魔なので、FB は邪魔なのでやからっておきまして、で何よりも邪魔なのはこの後ろの、パッチンフラワーというところで、これはね、ダブル取るでしょ、ダブル取るでしょ。オッケー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 。安倍氏のっけ。とりあえず誰か焼かれろ、誰か焼かれろ、焼かれろ、焼かれろ。7位。はーい、というわけで第6レース、アバツくんカットボールの 150cc というところでやっていきますか。あんま好きじゃないなこのコースな、このコースあんま好きじゃないな。というわけで、今日のショート動画の説立証ならずというところになりそうな展開ですけども、ちょっとやばい、このままじゃマジで、もう引かなくてよくないんだそれ、マジきついなこれ。とりあえず微妙すぎるレース、一番良くて5位なんで、ちょっとねもう少しいい順位を取りたい。せめて確定演出は流したい、もうこれ届け範囲なんで。いやーきついぞこれ、きついぞ。まあ、頑張れば DK ジャングルは、確定演出流せるかな。編集次第では。ドーン！ごめんね。ごめんね、俺ここでキノコ使いたかったから。君を攻撃したいわけじゃないんだ。ごめんね。悪かったとは思ってる。悪かったとは思ってる。ただ、ごめんね。ごめんね。ただ、復讐をするのはやめてくれ。ってなわけで、さあ4位まで走れて、4位に割と走れてるのはいいんじゃないんでしょうかと思いますが、ちょ、押すなマジで。うーわ、おー、これアイテム前なので、これ俺踏まれるパターン、踏めるけど、あー、どうしよう、踏めないなこれな。ってなわけで、さあでも1位も割と近いので、これワンチャンじゃないかな。さあダブル取って、攻撃アイテムの保証っていうんですかね。まあ前が初等化をバンバンかましてるので、うーわー、これえぐい、これえぐい、これえぐい。お前なしちゃ、お前よし、ギブだった。トゲ当たんない方が早いっすよー、トゲ当たんない方が早いっすよー。あ、でもなんか、めちゃくちゃ下ってた。今、めちゃくちゃに下ってた。いやー、ちょっと待って。もう後ろがブメなの。ブメはやばいので、ちょっとラインをずらして。あ、でももうブメ持ってなくない君。とりあえずダブル引くでしょ。いやー、赤コーラか。それ食らうの？やん、俺コンピューターにも負けとるやないか、なしてんねん。おいひや、弱え。はい、というわけで第7レースはドルフィン潮吹きの 150cc というところなんですけども、何が起きたのでしょうか。この部屋まさかの5人部屋でございます。あらら、5人部屋か。とりあえずボットだらけなので、
まあここでポイントを稼いでおきたい。もたれて28ポイントしかないので、どうにかして、ポイントを稼いでいきたいと。しかしただ私ね、先ほど、コンピューターに負けるというね大波乱を起こしておりますので、ちょっと今回はちゃんと、上位を取りたい。1位取れればいいんだけどね。さあ、これ、ね、コンピューターが多いのであんまり打開は効かないかなと思ってて、適当に踏めでも投げておきますか。うわ、これ後ろパツンじゃなかった今。うわ、えぐいて、えぐいて。えぐいて。さあ、コイン10枚で最後残ってきたけど、近くにパツンがいるので、やめていただきたいが、前が赤持ってんね。譲らないの、1位の人は。譲ってんね。オッケー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 。じゃあ、1位の人が赤持ってるんで、気持ちよく走らせてます。走らせる。で、ボットのくせに結構前まで来てる子いるね。それで私は一生防御が引けないと。やめて、やめて。いや、お前が強い、お前が強い。お前が強いから、前行ってくんないかな。ちょっと前行ってくんないかな。ちょっとごめん。ごめんけど、前行ってくんないかな。いや、もう、お前、お前絶対しばくわ。お前絶対しばくわ。いやー、ミノさん持ちてふざけんなよ。オッケー。4位か、これなんか爆戦されそうかな。危なー、もう木野さん引いて、で1位はこぎゃめちゃくちゃ離れたわけではないと。今の復帰キノコないっすよ。てなわけで、4位でしょ。いや1位がだいぶ離れてきたな。どうしましょうか。前も木野さんと、あーこれはどうしようか。で、2位が倉持ゆかさん。2位が倉持ゆかさんで、1位がめちゃくちゃ離れている。これでトゲが来てない。まあ、ボット部屋なので、トゲが来る可能性は低いかなぁ。した。ちょ、ごめんね、ごめんね、ごめんね、君ごめんね、君ごめんね。キャラコンが終わってる。ああ弱い、大丈夫か、弱い、やばい、ちょっと待って、5人部屋での7位はあかん、5人部屋での7位はあかんすよ、5人部屋で7位はあかんすよ。はい、というわけでラストレースは本日2度目の DT ジャングルおよび JK のジャングルとなっております。何があったのでしょうか。現在時刻は1時半にもかかわらず、この部屋6人部屋でございます。人がいないのかね、なんかもう6人しかいないので、もう少し上側も待ってくれるかなと思ったら、もうなんかさっさとやるよーみたいな、もうやるよーみたいな、もう秒で進行しやがったね。もう少し待って、人連れてきてくれよー、頼むからよー。てなわけで、まあ、ここはショートカットしましょうか。ちょっと、あ、悪くない、ショートカット。てなわけで、コイン5枚でしょ。これ一旦アウトでお金を取りましょう。OK で、ここはダブルを取ると。まああんまりねボットが多いのでトゲとかサンダーには期待できないので、簡単に前詰めとかないと結構きついと思うんですよね。もうだからトゲ何発じゃなくて赤何発くんね。いや今赤3発来てたべ、赤3か後ろが。いやきついな。お3位がスパーヒーター、これ結構熱いね。じゃあ手前詰めるでしょ。そうね、1位2位がめっちゃ離れてるんで、そんなこともない。あー多分2位がしばかれたのがいい。というわけで1位がめちゃくちゃ離れてるので、木の市スターね、木の市テレサか、ごめん、着いた。どこで使うか、このテレサ。なんか左下になったら使うぐらいが一番いいのかな。あー、それ欲しいし、赤食らうから。オッケー。じゃあ、君どいて、君どいて。さあ、これで1位をまず一旦しばこう。うわー、あ、でも1位ちょっと近いよ。さあ、これ、木野さん持ってて、でもな、攻撃アイテム引きに行きたい気持ちもある。さあ、7D 決める。トゲ当たんない方が早いっすよー。さあさあさあ、いいぞ。あれ、トゲが来て、いない。あ、マジで。しかも譲られてるし、まあ、別にいいよ。クラ持ってるもん。あー、これ、軽減でもいいか。はい、オッケー。いや、ちょ、何に食らった今。ちょ、あーか、ちょ、お前マジか。おーい、あ、終わった。あー、おほほ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 、いや、あー、おほほほほほ。
いかよ。いや、今の赤コーラマジで見えんかったんやけど。もう、ほー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 、つらーい。